創業者、ウォルター・ランドー・ランドー・アソシエーツは、アメリカ合衆国、サンフランシスコを発祥とする、製品、企業ブランディングを手掛ける企業。世界最大級の広告、コミュニケーションサービスグループ WPP のメンバーでも、ある。1941年、ウォルター・ランドーによって設立された、企業のブランドネーム、シンボルマーク、ロゴのデザインや商品名などを、 トータルで提案する。世界最大級の規模と実力を持つ、ブランディング、デザイン会社の老舗である。本拠地であるサンフランシスコ以外にも、東京、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ミラノ、メキシコシティ、ムンバイ、香港、シンシナティ、シアトル、ハンブルク、マドリード、シドニーなど、世界21都市にオフィスを展開し、多国籍な800名の専門スタッフを要している。 乱動によるクリエイティブデザインはクオリティの確保とクライアントの知的財産権の保全のため自社内デザイナーによる開発とデザイナーの個人名を公開しない匿名性を原則としていることでも知られている。東京オフィスは1972年に開設され日本にありながらグローバルなブランドコンサルティングサービスを受けられるという競合他社とは異なる戦略によって200社を超える 日本企業にコンサルティングサービスを提供している。クラマス号、ランドーのシンボルマークは船をモチーフにしている。これは、ランドーの本社圏スタジオが1964年から20年間に渡ってサンフランシスコ湾の第五頭に係留された木製のフェリーボート、クラマス号フェリーボートクラムースに置かれていたことに由来している。ウォルター・ランドーによるデザインと歴史的資料は、 1994年にスミソニアン協会、米国歴史博物館にウォルターランドをコレクションとして収蔵されている。金融情報、インフラ運輸、観光業アリタリアイタリア航空、フェデックスメーカーその他、BP イベント優勢金融情報、インフラ運輸、観光業バニラやメーカー小売業、イベント、商業施設。 ファセットオブアブダビランド東京、バニラエアランド東京新日鉄住金。